スイスドッグ奈良、イタリアの山の上にある小さな村プラーデに滞在している私たち、今回はプラーデでの一日をお送りしたいと思います。最後までどうぞご覧ください。まずは奈良の午前中のお散歩に出かけたいと思います。ゆっくり登っていけば上の村に出てぐるっと一周して帰ってくることができるそうです。我々はイタリアで使える携帯を持っていないので道に迷わないように気をつけて散歩していきたいと思います。ちなみに今正面に映っている山が前回の動画で登った山です。この道がプラーデのメイン道路。さあお散歩に出発です。山の野生の草花が私たちを迎えてくれます。こうしてみると我々は本当に山の上にいるんだなと実感します。どこを見渡しても山ばかり。プラーデがもう小さくなりました。村の外れに家を見つけましたがどこももう閉まっていました。優しい道だよとジャンピロは言っていましたが結構な山道です。昔はこの辺りも牧草地だったようですが現在では村が縮小しこのように森になっているそうです。ひたすらここを登ります。上の村に出ました。結構登りがきつかったです。ここはレストランをやってるみたいですが今は閉まっているみたいです。上の村もとっても素敵です。素敵な壁画、山々が一望できます。ならプラーデ見つかる？しばらく歩いたところでプラーデの教会の塔が見えてきました。さああそこに向かって帰りましょう。なんだかんだ2時間近く歩きました。散歩というより結構ハイキングでした。連日のハイキングで結構体もきついです。お腹減ったなね、奈良お腹減ったよね。奈良もちょっと疲れてる？大丈夫？時刻はお昼の11時。プラーデの看板が見えてきました。ここから先はもうプラーデです。帰ってきた。プラーデの村の中に到着しました。石畳がとっても素敵です。最近敷き直したそうです。教会の周りはこんな感じ。奈良と一緒にプラーデを歩いているような気持ちで見ていただけると嬉しいです。奈良と一緒にお散歩です。歩いていると犬のコンサートが始まります。たくさんの犬が飼われているようです。今度はのぶとい声も聞こえてきます。素敵なお家がたくさんあります。さあ我々の滞在しているお家に到着しました。ただいま。外からキッチンを覗くことができます。あ、なら早速キッチンにいるな。何も食べ物は落ちてないぞ。はい、水のジャンピエロ登場。美味しそうなチキンを水のジャンピエロが用意してくれていました。もうお腹ペコペコだよ。こちらが本日のメニューです。もうお腹ペコペコ、早く食べたいです。待ちきれない。玄関にまで美味しそうな匂いがあふれています。
こちらはキッチンのかわいいカーテン。さあ、お昼ご飯の準備が整っています。さっき映せなかったチキンをしっかり取りたいと思います。わー、美味しそう。こっちには茹でたじゃがいもです。毎日ハイキング続きでお腹は本当にペコペコです。待ちきれないのでキッチンで待つことにします。かわいそうに奈良、おいしい匂いであふれてるけど奈良のじゃないんだよ。ああ、このごちそうが私のだったらいいのになと思ってるに違いありません。さあ、チキンに焼き色がついてきました。いよいよランチの時間です。もう本当に待ちきれないの。お肉食べたかった。山で生まれ育った男の料理、じゃがいも茹でとオリーブオイルのチキン焼きです。山の上でこうして毎日歩き疲れて食べる料理、本当に美味しいんだね。お腹減ってくるでしょ。バンデピッツェのリーフネビッソビスケのリーフネ。あ、や、やけん、やんやん、ケチョウ、食事の後は車でドロミーテの見える場所にやってきました。ウェルスペルクという場所です。毎日6時間以上ハイキングしていたので、今日は1時間だけこの周りをお散歩したいと思います。突き抜けるようなこの青空と雲とこの岩山の山脈、まるで自然の芸術です。壮大なドロミーテを眺めながら歩いていきたいと思います。この先には美しい湖があるそうです。この草原を渡っていきます。ならもルンルン、毎日6時間以上も歩いているのに元気なかなちゃん。湖が見えてきました。早速水に突っ込んでいくなら、お腹まですっかり浸かってしまっています。新鮮な水、きっと気持ちいいだろうな。奈良も湖水浴を楽しんでいます。水はなんと透明なことでしょうか。ナナ、おいで。おっと、そこの草原で体を拭こうとしてます。汚くなるからダメだよ。湖の底が見えるほど透明度が高いです。そして美しい深緑色、なんて美しい場所なんでしょうか。早速湖の周りを一周してみましょう。前方の方には釣りをしている人も見えます。何が釣れるんだろう。奈良もとっても嬉しそう。この美しい深緑色の湖に心がまるで浄化されていくようです。奈良は歩きながら何度も水の中に入っていきます。今来た道を振り返ってみてびっくり。湖と泥見ての風景が息を呑んでしまうぐらい本当に美しいです。まるで絵はがきの中にいるみたいです。何度見ても本当に美しくて目に焼き付けたいくらいです。
美しい緑の湖、ここに来ることができて本当に嬉しかったです。ハラハラと落ちる一枚の葉っぱ。大自然の美しさに感動した一日でした。この後はチーズ工場に寄ってからお家に帰りたいと思います。さようなら、ドロミーティ山脈、また来るね。美しい景色の中を車で走り抜けていきます。チーズ屋さんに到着しました。開店ちょっと前に行ったのですが、すごい人。なんと番号札を取って、その番号札ごとに人が呼ばれていくそうです。そんなに人気なチーズ屋さんだなんて知らなかったです。色とりどりのたくさんのチーズが並んでいます。まるで豆腐みたいなチーズもあります。我々の注文したチーズをお兄さんに切ってもらっています。5、6、7、8、美しい切り方。の方にもたくさんのチーズが並んでいます。すごいチーズの種類、丸いチーズから四角いチーズまであって、なんだか食パンみたいなチーズまであります。どんな味がするんでしょうか。こちらにはサラミ、サラミもとっても美味しそう。チーズ絶対食べきれないだろうけど、全部食べてみたいな。我々もお買い物を済ませます。さあ、我々もお夕飯にして今日の一日を終えたいと思います。先ほどのチーズ屋さんで買ってきたトセラという名前のチーズです。この谷一帯で食べられているここだけのチーズだそうです。このようにフライパンで焼いて食べます。見た目はなんだか日本の豆腐みたいです。パンケーキのように焼き上がりました。これをこのままナイフとフォークを使って食べます。とっても美味しいチーズでした。トセラまた食べたいな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もどうぞよろしくお願いします。まだまだイタリアの旅は続きます。次の動画でまたお会いしましょう。それまで皆さん、どうぞお元気で。